立憲民主党の若きホープ小谷議員は安倍さんのことを愛してるんでしょうかね。何かあったら安倍さんのことを思い出す。もう安倍さんが総理を辞めて何ヶ月経ったんでしょうかね。10、11、12、1、4ヶ月ちょいですね。皆さんこんにちは、ハンニャです。本日は1月の20日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、小西さん、あんたのいいところ、すなわち理屈っぽいところすら今回は破綻してますよ。墓穴掘っちゃいましたね。てか今アベノマスクを批判する小西さんってということになります。この動画ではドイツの最新マスク事情およびそれについての小西議員のリアクションなどを見ながら、まあ、小西さんの暴走っぷりを考えてみようと思いますので、どうぞ最後までお楽しみください。そしてぜひともチャンネル登録、コメント、高評価をよろしくお願いします。また小西さんに関する質問収集の話とかね、まあ、様々な動画を概要欄もしくはコメント欄で紹介しておりますので、ぜひそちらもね、確認してみてください。チャンネル画面などで再生リストなどもね、確認していただくと幸いです。で、まずはですね、1月20日の午前10時21分のツイートをご覧ください。以下引用です。要するに、ドイツではアベノマスクの使用が禁止されたということ、日本政府の無為無策が無念の限りだ、以上ですね。で、このツイートは朝日新聞の記事を小西さんがリツイートしたものです。ではね、まあ、少し朝日新聞の記事の方も確認しておきましょう。こちらは1月20日の朝日新聞の記事ですね。題名は、ドイツ公共交通機関で布マスク NG、 医療用を義務化へ、ですね。中身も引用しておきましょう。以下引用です。ドイツのメルケル首相は19日、各州首相との会議で新型コロナウイルス対策の強化で合意した。買い物時や公共交通機関では布マスクの使用を認めず、医療用マスクの着用を義務付け、企業には可能な限り在宅勤務を求める。店舗や学校などの閉鎖は1月末までの予定だったが、少なくとも2月14日まで延ばすことにした。ドイツでも感染力が高いとされる変異型の広がりが懸念されている。会議後に記者会見したメルケル氏は、まだ時間があると思うのは間違いだ、今が危険を防ぐ時だ、とかだった。今後すべての市民に可能な限り自宅に留まるよう求めた上、店舗や電車、バスなどの中ではアメリカの規格 N95 に相当する欧州規格 FFP2 やサージカルマスクなど医療用マスクの着用を義務化する、以上ですね。すなわち、皆さんご存知の通り、クリスマスら辺ではドイツは新型コロナウイルス新規感染者数が一時期ものすごいことになっておりまして、日本よりも強力な規制をかけていましたよね。それこそ日本でも話題になりましたけども、メルケル首相の感情のこもった国民への訴えかけですね、あれが菅さんと比べて素晴らしいみたいな話も盛り上がりましたよね。まあけど、あれに関しては冷静に、いやいや何言ってるんやと、日本と比べてドイツやばすぎるから、それはあんだけ必死になるわっていうふうにあの頃は言ってたんですよね。ただ残念ながら、日本は現在新規感染者数がご存知のように増えておりまして、まあ正直言って、まあ私の感想ですけども、日本がドイツよりもマシだとかは言ってられないような気もします。ちなみに日本の人口はドイツの人口の 1.5 倍ほどあります。日本は1億2000万人ぐらい、ドイツは8000万人ぐらいかな。そして1月18日の両国の新規感染者数は Google によりますと、日本は4890人、ドイツは9253人です。まあ、従いまして、ドイツの方を 1.5 倍にすると1万3000人ぐらいですね。ですから、まあ、人口比を考えますと結局ですね、日本はドイツの3分の1ぐらいの新規感染者数というふうに評価できるかもしれませんが、以前ほど桁違いだという感じは申しませんよね。ただですね、実は1日の死者数に関してはドイツの方が日本の10倍ほどありまして、まあ日本の方がまだマシなのかなとは言えますね。まあ、とはいえ日本が楽観的になっていいという話では全くありませんが、まあ、ただ何にせよ、今ドイツは新規感染者数がまだ多いとはいえ増加傾向がやみ、高止まり状態になってますから、おそらくですが一気にメルケルさんは新規感染者数を減らしたいと思ってるんでしょうね。ドイツがえらい苦労してますし、現に。また感染力の強い変異株、まあ記事では変異型って書いてましたけども、まあその変異型に対しての警戒感から、マスクについてもより効果が高いと思われる N95 やサージカルマスクを密になりそうな店内、もしくは公共交通機関などで使用するように義務化しているということなんでしょうね。
まあ、ちなみにこのことを逆に考えれば、県内や公共交通機関以外に関しては別にサージカルマスクでなくてもいいっていうふうに読めるんですけどね。で、ちょっと話を戻しますと、従いましてね、まあ、このようなドイツの対策については、まあ、様々な意見があると思います。そんだけ強力な規制するのはどうかって話もあると思いますが、まあ、実現可能ならね、それなりに説得力があるものだと思いますね。やっぱり感染者数を減らさないとやってられんってのがあるでしょうから。しかし、まあ、この記事を引用します小西議員の言葉はかなり無責任というか、相変わらず全てのことを政府批判に持っていきたいのかなという感じしかしませんね。もう一度小西議員のツイートを確認しておきましょう。こんなんでしたね。要するにドイツではアベノマスクの使用が禁止されたということ、日本の無為無策が無念の限りだですね。で、これは何とも言えないというか、あの理屈っぽい小西さんがとんでもない言いがかりをつけていることになりますよね。そもそも皆さんご存知の通り、アベノマスク配布決定時においては市場からマスクが一気に消えている時期でした。町の薬局に行ってもマスクはなかなか購入できずに、まあ、そのために安倍政権は民間企業に補助金を出すことによってマスク製造を促進するなどの政策を行ってましたよね。皆さんご存知のシャープのマスクもその補助金を受けて製造開始されたものでした。あの時には抽選で当たった人しかそのシャープマスクを買えなかったということで相当パニック状態でしたよね。また一部の自治体ではわざわざマスク購入券なるものを市民に配布して、それを持っている人だけが特別にマスクを買えるということもありましたよ。まあ、それほどマスクが手に入らなかった時の政策がアベノマスクでしたよね。しかもですね、あれは何度もこのチャンネルでは注意喚起していますが、アベノマスク配布に関してはね、報道内容がむちゃくちゃなんですよね。正確にはまず医療施設などにはサージカルマスクを配布すると。で、小学校とかそっち系に関しては布マスクを配布すると。で、その上で一世帯あたり2枚の布マスクを配布するという政策でした。しかしながらマスコミが一世帯あたり布マスク2枚配布というところだけ面白おかしく取り上げたために、国民にまともなメッセージが届かずに国民が誤解をして政府批判をするというカオスな状況が当時に発生しましたよね。しかしこのマスク配布をするという政策というのは市場からマスクがなくなっておりまして、医療従事者にもマスクがまともに行き渡ってなかったために、まあ、特定の人以外には布マスクでとりあえずしのいでもらうことを目指す政策であったと言えるでしょう。またね、効果に関しては人によっては布マスクが配布されることによって世間のマスク需要が減ってきて、まあ、買い占めをしていた一部の悪徳業者がマスクを市場に出したおかげで結局マスクが世の中に出回ったという話もされる方もいますけどね、まあ、これがね真実かどうかっていうのは私にはちょっとよくわかんないです。そうなのかもしれないと思いますけどね、まあ、とはいえね、しかし例えば理研の富岳によるシミュレーションなどで布マスクの効果はそれなりに示されておりまして、現在アベノマスクはそのシミュレーションに使った布マスクと同じ効果を持つかどうかまでは分かりませんが、布マスク自体の飛沫拡散防止効果は現在それなりにあることは示されています。またあの布マスクがかなりダサかったおかげで、ある意味皆さんがね、あんな布マスクつけるぐらいだったら自分で作るわって感じで手作りマスクが流行ったんですよね。まあ、その結果市場にマスクが足りなくても自分で作るっていうことによって、まあ、布マスクへの抵抗感がなくなったという副効用もあったと私は勝手に妄想しています。で、結局ですね、まあ、去年すなわち2020年の4月の段階でアベノマスクについては具体的なデータはあまりなかったようですが、マスク自体がそれなりに効果があることは分かったわけですよ。そしてアメリカなどがそれまでマスクをつけなかったのに態度を変えて急にマスクをつけるようになってしまったために、全世界からマスクがますますなくなってしまいました。それでもかき集めたマスクだったんですよね、あの安倍さんのマスクというのは。そしてシンガポールやフランスでも布マスクを配布するという政策をほぼ同時期に行っておりまして、マスク配布が世界的にも例外的な行為ではなかったわけですよ、当時においても。また皆さんご存知かどうかちょっと分かりませんけども、アベノマスクについては実は一般財団法人アジアパシフィックイニシアチブが報告書を出しています。そこではアベノマスクについては失敗だったと結論付けられたとして一時期ニュースにもなっていました。
しかしですね、今回ホームページの方をちょっと拝見しまして見る限りは、このような記載があったんですね。すなわち、緊急経済対策や給付金に先立ち、政府の国民への最初の支援が布マスク2枚といった印象を国民に与え、政策コミュニケーションとしては問題の多い施策だった。配布の遅れもあり、官邸スタッフは総理室の一部が突っ走った、あれは失敗だったと振り返ったと指摘しています。まあ、報告書の内容がこのままであるとしますと、むしろこれはですね、報道機関の変更報道のせいでおかしな印象が国民に植え付けられてしまった話であって、アベノマスクそのものについては否定していない。ただ、配布が下手くそだったことは、まあ批判されている。というふうに解釈するべきでしょう。したがって、あの時にアベノマスクを配布しようとしたこと自体が否定されているわけじゃないんですよね。そして話を少し変えまして、現在のマスクについての効果のデータを前提にしますと、もちろん布マスクなどよりサージカルマスクなどの方が高性能であることはその通りですが、布マスクもそこそこ効果があることは現在でも分かっており、ドイツはおそらくですが、より効果的な感染症対策を行うために布マスクではなくて高性能マスクのみにしようと言ったんでしょうね。報道を見る限りは。すなわち、去年の段階ではデータもなく単なる雰囲気で効果があると言ってる人がいた布マスクについては、まあ、去年の夏頃から富岳などを使ってその効果がそれなりに立証されているので、今2021年1月20日の視点から見ても効果のない布マスクを配布したというような発言をしているならば、それは全く根拠がないデタラメ発言ということになるんでしょう。したがって今のドイツの政策判断を理由に、去年という過去のその時点におけるそれなりに根拠のある政策を批判する小西議員はかなり問題があると思いますね。そして万一小西議員の発言を当時の政権が遵守していたら、サージカルマスクや N95 マスクを国民全員に配布しろって話になるわけでして、まあ、そんなことが 100% 不可能であることは誰でもわかるわけですから、もし仮に小西政権がその時に誕生していて政策を行っていたら、国民はノーマスクで過ごすことになって、今はドイツより死者数が数十倍多く、そして日本の高齢者が激減していたという時刻が今起こっていると予想されるわけですが、皆さんはどんなふうに思われたでしょうか。ぜひともね、何かご感想ありましたらコメント欄の方にお寄せください。そしてぜひともチャンネル登録、高評価もお待ちしております。では次の動画で、バイバイ。